はい、じゃあ、理解して使う RNA ベロシティ解析ツール理論基礎編っていう話をします。理研の露崎です。簡単に自己紹介を、しておくと、もともと東京理科大学の方で薬学部、薬学研究科で、研究してたんですけど、2015年から理研に移って、シングルセルの解析をやっています。で、こう一貫してパッケージを作ってリリースするみたいなことをよくやっていて、そう、なんていうか自分のその興味の方向性として、なんかいろんなデータを使って解析したいっていうのがあって、で、だんだん、テンソル分解っていうものを使ってデータを統合して解析しようっていう方向に、興味が移っていってるんですけど、今日はシングルセルの、話っていうことで、そこら辺の経験談とか、を話せたらいいなと思います。はい。RNA ベロシティの解析っていうのは、シングルセルオミックスで使われている技術なんですけど、まずシングルセルってどういう話なのかっていうと、こういうふうにこうヘテロな細胞集団があったとします。で、この中に、緑とか青とか赤みたいな、性質が違う細胞が入っていたとして、で、従来のバルク実験っていうのは、こういうヘテロな集団を一回全部、吸い潰してしまって、で、NGS でシーケンスすると、平均的な発現量のプロファイルが得られるっていうデータでした。で、昨今、細胞を個々に振り分けて、個々に、発現量を計測するみたいなことができるようになったので、今までベクトル上だったデータっていうのが、オーダーが一つ増えて、細胞ごとに発現量を見るみたいな、こういう行列データが手に入るようになりました。で、シングルセル RNA-Seq の解析の基本的な流れなんですけど、NGS で、RNA 由来のリードを計測した後、ゲノムにマッピングしたり、遺伝子ごとに、リードがいくつあるかっていう、定量化を行ったり、随時正規化するなどして、遺伝子かける細胞という、発現量マトリックスを、作ります。で、多くの場合、全部の遺伝子の発現量を使うわけじゃなくて、より、ばらついている、特徴遺伝子ってのを抽出して、遺伝子を、数千ぐらいまで減らして、で、さらに、その後 PCA とか TSNA UMAP みたいな次元圧縮を行うことによって、こういうなんか可視化っていうのを行います。で、シングルセルの論文を見ると、こういうふうに、細胞の、二次元のマップでの、フィグ1の A とかそういうところでなんか貼り付けるのがよくやってると思うんですけど、ちょっと大変なのは、最初はこう、黒い点が集まってるだけなんですよね。で、なんとなくこうクラスターがこうあるんですけど、どういう理由でここにクラスターが集まってるのか、いろんな理由があって、もしかしたら、バイオロジー的な意味じゃなくて、テクニカルな理由で、そこにデータがこう集まってるだけかもしれないので、とにかく徹底的にクオリティコントロールをして、例えばなんか、ゲノムへのマッピング率が低い細胞でクラスターができてないかとか、細胞周期によってなんかクラスターができてないかとか、リボソームアデネとかミトコンドリアアデネへのマッピング率っていうところでこう変わってないかとか、考え始めるとなかなかキリがないんですけど、そういう、QC 的な、データを、の見方をしつつ、あとは、データが例えば神経の、細胞であれば、神経のマーカーを見て、そこが発現してるんであれば、ここのクラスターは、神経細胞だろうみたいな、そういう事前知識も導入しつつ、ようやく、こういうなんかよく論文で出てくるような、ここは神経細胞がありますねとか、神経幹細胞があって、グリア細胞があって、iPS 細胞があってみたいな、こういう、TSNA UMAP の図が手に入るわけです。はい。で、こういうことをやる解析なんですけど、得られた結果として、
離散的な構造を持つものと連続的な構造を持つものっていうのがあります。例えば、人の末梢血単核球、PBMC っていうのはよく、データ解析の解析手法のベンチマークとかで使われるようなデータなんですけど、このデータは、人の、分化した細胞、血球細胞なので、かなりこう、細胞の種類ごとに、発現パターンがはっきり分かれているので、こうくっきりとしたクラスターに分離しやすいっていう、データになります。で、こういうのを、離散的な構造と、ここでは言うとして、こういう離散的なものばかりじゃなくて、例えばこう分化している最中の細胞でシングルセルアデンセックを計測した場合、こういうふうにこうクラスター同士が、つながって、連続的に変化しているような構造というものも、見られます。で、そんなにはっきり、この左か右かみたいな感じで分けれるものでもないんですけど、結構程度問題でもあるんですけど、今日は主にこの右のようなケースを想定して話します。ただ実際は、この連続的な構造がある中で、クラスターが分離しているみたいな、そういうデータも、たくさんあります。こういう細胞が分化していくっていう、このデータを解析していく話なんですけど、どういうふうに、何の細胞が、どの細胞にこう分化していったのかっていうのをデータドリブンに推定したい、分化経路推定っていう話があります。で、2014年ぐらいまでは、どういうことをやっていたかっていうと、このぐらいの時代はまだマーカー遺伝子頼りでした。なので、幹細胞マーカーみたいなのが事前知識としてあって、それが発現しているんだから、ここは幹細胞だろうっていうことで、こうラベルをつけていくわけですね。で、幹細胞からこう分化していく、こういう経路があるだろうっていうことを、こう事前知識から推定するんですけど、マーカーの選び方っていうのが恣意的っていうのと、あとマーカーがわからない細胞っていうのもいっぱいあるので、そういう細胞型では使えないという問題がありました。で、2014年に、疑似間解析という、概念が導入されまして、最初にやったのは、モノクルっていうツールで、それより前にフローサイトメトリで、すでにスペードっていうツールが同じことを言ってたんですけど、モノクルがシングルセルアデンセックのデータでは初めてやった解析で、似たような解析はいっぱいあるんですけど、モノクルに関しては、最小全域域っていう、こう全体をなるべくなぞるように、こう、経路を描いて、これを分化の、細胞の分化の経路だと、するっていうモデルになります。で、これによってデータドリブンに、こう、経路がわかるようになったんですけど、ただし、まだ問題としては、こういう経路があっても、どっちが、分化の視点で、どっちが終点なのかっていうのは、わからないので、そこは手動で決める必要がありました。で、2018年に RNA ベロシティっていう解析が登場して、ベロサイトとか SC ベロみたいなツールなんですけど、やってることとしては、TSNE とか UMAP とかそういう次元圧縮の図に、こういう、ベクトル場っていうものをこう見せて、で、この矢印が示す方向が分化の向きっていうことで、データから自動、こういう矢印を自動推定するっていうことができるようになりました。補足なんですけど、ベクトル場って何かっていうと、ベクトルっていうのは向きと大きさを持った量ですね。だから規定が2つあって、こう、ベクトルがこうあったとしたら、向きが、2、1の方向で、大きさっていうのはこのベクトルの長さだとして、で、ベクトル場っていうのは、座標を与えるとベクトルを返す関数ということで、わかりやすいのは、天気図ですね。この風の向きみたいなのをこう矢印でこう見せたりすると思うんですけど、これを使って分化の向きを見せたいっていう話になります。で、アデンベロシティ、で、矢印がこう出てくるんですけど、これ矢印どういう意味なのかって、どうやって計算してるのかっていうのが
だいぶ気になると思うんですけど、この矢印どういう意味かっていうと、なんか近い、未来を、指し示しているっていうのがこの矢印ですね。まあ、その根拠としては、遺伝子の、イントロンを含むアンスプライスドなアデネ、ここではまあ U と、名前を付けておいて、まあ、それと、イントロンを含まない、スプライスドアデネ、ここでは S としますけど、まあ、そこの U と S の比率っていうのを、まあ、この解析では見ます。でこの U と S っていうのが、定常状態っていう状態だと一定の値になるっていう、考えのもとで解析していて、でそれがもし、その定常状態より、バランスが崩れてどっちかが多い状況になったら、それが定常状態に戻るだろうということで、でこれがこの比率に戻る、っていうのを考えたときに、まあ、ここがここに移動するっていう、まあ、想定でこの矢印を書いています。まあ、定常状態って何かとかそういうのはもうちょっと後で話します。はい。で、もうちょっとじゃあ、これがまあ なんか全体のなんかダイジェスト版というか、ざっくりとした理解なんですけど、もうちょっと詳細に解説しますと、この解析では、スプライスドなアデネとアンスプライスドなアデネという二つ情報が必要です。で、細胞ごとに、遺伝子ごとにそういう値は、出せるので、細胞かける遺伝子の行列になります。こっちは、スプライスドなんで、イントロンが、ある、ない方で、こっちがイントロン由来ですね。あと遺伝子に注目して、この U と S の値をこう細胞ごとにこうプロットしたのがこの図になります。で、これはまあ、総図というんですけど、そうすると、分化の向きで言うと、この青が緑、黄色、赤っていうふうにこう分化していくんですけど、まあ、今はそれが、わかんなかったとしても、まあなんか、その色をまあ仮にここで反映させたとします。で、アデネベロシティ解析が想定しているのは、最初は、この U と S っていうのが一定の比率にあるんですけど、それがこう、別の、定常状態ってとこに移動するっていうことを、考えます。で、まあ、経験的に、この別の、定常状態に移動するときに、こう、膨らんで、こっちに移動するってことが起きます。で、また、U と S で、なんだ。この下の方にこう広がって、こっちに戻っていくっていう、こういうなんかアーモンド状のカーブってなんか論文でよく言ってるんですけど、こういうふうに膨らんで、こういうプロットを描くっていうのが、まあ、経験的に知られています。これを、まあ、横軸を疑似間を取って、プロットするとこういうプロットとして見ることができます。青い点が、U で、赤い点が S で、なんだ。最初に、U が増えて、やや遅れて、S が増えるっていうことが起きます。で、途中で、S と、S の、入ってくる量と出ていく量っていうのが釣り合って、見かけ上変化しない、定常状態っていう、状態になって、で、その後に U が減って、やや遅れて S も減るっていうことが起きます。なので、定常状態ってなので、この S の、入ってくる量と出ていく量が釣り合って見かけ上変化しないところなので、この右上のここもそうなんですけど、左下のここも定常状態っていうことになります。で、今はこの U と S っていうのが、こういった微分方程式に従うとします。U の、ある時刻での変化っていうのが、転写の係数 α っていうのと、またこれが、
一定の数、こう、転写が起きてるっていう、係数で、スプライシングされて、こう出ていくっていうのが、このベータ U っていうところになります。で、S はスプライスドな RNA で、逆にこう、スプライシングによって入ってくるっていう項がここで、で分解して出ていくっていう項がここになります。で、RNA ベロシティっていうのは定義としては、このスプライスドな RNA の、速度っていうのが RNA ベロシティです。で、定常状態においては、この RNA ベロシティが0と仮定します。なので、この βU-γS っていうのが、イコール0です。っていうのが、ここの左下と右上では成り立っているっていうふうに考えます。で、パラメータが今分かってないのが、α と β と γ っていうのがあるので、これをまあデータドリブンに求めたいっていうことになるんですけど、式が2つあって、パラメータ3つあって、このままでは解けないので、ベロサイトっていうツールでは、大胆に β は1と仮定して、で、ガンマは U と S の直線回帰で推定するということを行います。まあ、なんかこういう式を使って、推定するんですけど、まあ、この装置で言うと、何をしているかっていうと、ここと、この左下のデータと右上のデータだけで、こういう直線フィッティングというのをまずします。で、各この細胞と、この直線とのズレ、残差っていうんですけど、まあ、この、量を、測りまして、上にあると、プラスの方に大きく、触れてる。下だとマイナスの方に触れてるっていう意味になります。で、この、残差がアデネベロシティの値です。で、この細胞は、本当は、ここの比率になってるはずなんだけど、今はそこからこれだけ逸脱しているということで、アデネベロシティはプラスの値っていう、解釈になります。で、こういった、解析が、全遺伝子分できるので、アデネベロシティの情報っていうのは、細胞ごと遺伝子ごとに得られるので、細胞核遺伝子のアデネベロシティ行列っていうのを計算することができます。で、これを、発現量の、マッピングと同じように、まあ、低次元に、遮影して見せてるっていうのが、この、論文の図、ベクトルバーになります。で、なので、まあ、ベロシティっていうのは、細胞ごとに、こういう矢印を引けるんですけど、まあ、細胞数が少なかったら、まあ、問題はないんですけど、あまりにも細胞数が多いと、こういう矢印がぐちゃってなってしまって、で、こう何かを解釈することができないので、まあ、いろんな工夫がされてまして、まあ、よくやられるのが、こう 20×20 ぐらいのグリッドを考えて、そのグリッド内での、ベロシティの平均値っていうのを出して、そのグリッド内でこう矢印を引く。っていうやり方もありますし、あとはなんか近傍の細胞同士でグループを作って、まあ、メタ細胞っていうものにして、メタ細胞ごとにこう矢印を引くっていうものもありますし、あと多分これが一番人気なんですけど、ストリームラインっていう見せ方をしていて、まあ、最初グリッドとして考えるんですけど、まあ、ベクトル同士がこう連結してこう長いベクトルになって見せることができる見せ方ですね。こういうなんか同じ方向向いているようなのがこう 束になってこういう一本の長いベクトルとして見せることができます。あとさっきの、話っていうのは主にベロサイトっていうツールの、話なんですけど、さっきの計算の仕方はステディーステイトモデルっていうもので、ベロサイトでも実装されていますし、その後の SC ベロっていうツールでも実装されている話になります。で、まあ、なんか ある遺伝子のこう相図っていうのを考えて、左下と右上の、4分位点、クオンタイルのデータっていうのを、定常状態と仮定して、ここでピット線形回帰をする。
まあ、エクストリームクオンタイルディグレッションっていう名前らしいんですけど、で、実測値と予測値の残差、まあ、ここの赤い線っていうのをアーデネベロシティだとして計算するっていう流れが、まあ、ステディステイトモデルなんですけど、SC ベローがその後に開発したのがダイナミックモデルっていうもので、まあ、さっきの話だと、この左下、右上のこの4分1点の細胞が必ず定常状態っていうふうになってるんですけど、まあ、その細胞の状態っていうもの自体も、変数として扱って、まあ、ここら辺に、定常状態があるけど、転写が活性化している、この緑の状態、抑制されるこう青の状態っていう、まあ、こういうなんか、4つの、細胞の状態があるっていうのも、変数化して、でまあ、それと疑似感っていうのを、同時に、推定するのと、まあ、その、疑似感と状態が気分というもとで、フィッティングするっていう、ステップをこう、まあ、交互に EM アルゴリズムというものを使って、行うっていうのがダイナミックモデルになります。で、ベロサイトと SC ベロっていうのがまあ一番使われているツールなんですけど、まあ、その後もまあいろんな論文が出てまして、まあ、なんかデータの適用範囲を拡大したみたいな話がまずあって、まあ、さっきの話は、U と S っていう2つの、ものを、比率を見てという解析なんですけど、まあ、S と膜タンパクの量とか、あと、ダックセックを、同時に測って、まあ、オープンクロマチンの尺度 と、発現量の、ビブロシティを見るとか、あと空間、トランスクリプトームとかマルチオミックスとか、なんかそんな、なんかデータを入れ替えて、使ってみましたみたいな、話もたくさんあります。あと、ここら辺はなんか、パラメータの推定のところでディープラーニングが結構入ってきてまして、オートエンコーダーを使ったとか、なんだろう、まあ、なんかディープベロとかなんかそういうのがいっぱい、開発されていて、ここは、かなり今増えてます。あとオープンソースのツールとして、まあ、ベロサイト SC ベロっていうのが多分一番使われてるんですけど、まあ、R のラッパーとしてベロキラプトルとか、あと可視化としてベロビズとか、なんかそういうのもいろいろやられてます。で、レビュー論文が、まあ、よく読まれてそうなのが3つぐらいあって、で、こんだけツールがあって、まだベンチマーク論文が多分出てなくて、実際のところ、まあ、どのツールがどのくらい、使えるのかっていうのはまだ感覚として分かんないんですけど、まあ、その、あ、まあ、多分今年のうちにベンチマーク論文は出るんじゃないかなと思います。はい。アデネベロシティがうまくいかないケースっていうのが、まあ、たくさんあって、まあ、なので、まあ、ちょっとこのツールを過信しない方がいいなというのは、なんかいろいろいろんな人が言ってるんですけど、まあ、レビュー論文で、言われているのは、うまくいかないケースとしては、まず系譜が複数ある細胞集団っていうので、例えばこの TMSB10 っていう遺伝子っていうのは、まあ、この、オレンジが水色青っていうふうにこう分化していくっていう観点で、まあ、アーモンド状のカーブにはなってるんですけど、まあ、それとは別にこのオレンジの、系譜にも関係しているので、まあ、多分こう、系譜がこう、2つあって、この遺伝子もなんか使われ方が違うだろうなっていうような状況っていうのがもうあるわけです。で、こういうなんか相図で見たときに、アーモンド状のカーブプラスなんか別系統みたいなのがあると、直線フィッティングがこっちに引っ張られて、失敗します。まあ、その結果、どういう矢印が出るか、わからないっていうことは起きると思います。あとは、急激な転写促進っていうので、転写係数が上がって、なんだろう、まあ、こういう、なんていうんですかね、指数
関数っぽいなんかカーブになるので、直線フィッティングが失敗するっていう話と、あと、まあ、前提として分化している最中の細胞っていうのを想定していると思うので、まあ、すでに分化している成熟細胞集団で、このツールを使ってしまうと、まあ、本当はなんか矢印は引くべきではないようなデータなのに、まあ、なんか自信満々に右から左に何か起きてますみたいなことを言っちゃうとか、そういうことが起きます。まあ、あとはなんかその他様々な理由で、この想図がアーモンド状にならないっていうことが起きると言われています。なので、まあ、過信せずいろんな解析結果と見比べて、まあ、裏は取った方がいいと思うんですけど、SC ベロとして対策しているのは、この系譜が複数ある細胞集団は、ツールとして、まあ、気づけるようにはなっていて、ディファレンシャルカイネティックテストっていう関数が、用意されていて、これは何をやってるかっていうと、ある遺伝子っていうのが、一つの系譜に従っているのか、二つの系譜に従っているのかっていうのを、各々、モデルを、考えてて、で、その誘導比っていうのが大きければ、開示条件定で P 値が小さくなって優位になるので、まあ、そういう遺伝子をこの関数で見つけ出すことができるので、で、そうすると別の系譜だと考えられる細胞型をこういうふうにリストアップすることができるので、まあ、それで、まあ、この遺伝子は他の系譜にも関係しているかもしれないなというのに、気づくことができると思います。あとは、これは経験談なんですけど、まあ、最近結構使うようになって、うまくいかなかったケースとして紹介しておくと、まあ、ちょっと共同研究案件なんで、データの内容は言えないんですけど、まあ、時系列サンプリングしたんですよね。で、1日目、2日目、3日目、4日目みたいな感じで、だから左から右に移行していくようなデータなんですけど、これでアデネベロシティやってみたら、右から左に行く矢印が出てきてしまって、実時間を逆行して、なんか未来から過去に向かっての矢印が引かれちゃったりしたんですね。で、分化の視点もこの、よくわからないところに、フォーカスされてしまっていたりしていて、まあ、理由はちょっとまだわかんないですけど、まあ、さっきのこの4つのケースで言うと、まあ、系譜が複数ある細胞集団、っていうのは間違いないだろうなと思うので、あと何ですかね。なんか分化、このアーモンド状のカーブを描くにあたって、まあ、定常状態が左下にも右上にも必ずあるっていうイメージだと思うんですけど、なんか途中でこの右上に完全に行き切らず、途中で、止まってるようなデータとかでもうまくいかないんじゃないですかね。なんかそういうようなケースなのかなって気もしているんですけど、まあ、ちょっとよくわからないです。あと、いろいろツールをいじってみて、結果への影響がかなり大きかったパラメーターが、SC ベロでいうなんか PP モーメンツっていう、なんだろう、これは。なんか発言量を一回スムージングっていうのをかけるんですよね。で、PCA の空間で、ある細胞の菌棒30個を取ってきて、その30個の、平均値を取ってその細胞の発言量にすることによって、まあ、極端にある細胞が他と違わないようにする。変化が滑らかに起きているような風にデータを、前処理するステップがここなんですけど、その平均棒をいくつ取るかっていうのが N ネイバーズっていうパラメーターがあって、で、これがデフォルトが30なんですけど、ちょっと僕のデータだとなんか30だと全然うまくいかなくて、実際に想図でアーモンド状のカーブを描こうとしても、まず事前にスーラーで解析してるんで、
こういうクラスターラベルごとに色分けはできるんですけど、まあ、そのクラスターごとに、この想像が固まっていなくて、完全にこうノイズを見ているような感じの図になってしまって、で、それが、N ネイバーズを、まあ、1000とか大きい値にすると、まあ、こういうふうにこう水色の、細胞がここに出てきたりとかして、真ん中にはこう、まあ、そういう、分化の経路があるかもなっていうような遺伝子もまあ見つかってきたので、結構この N ネイバーズは結果に大きく影響を与えるかもしれないです。で、レビュー論文でもまあそこは指摘されていて、まあ、この経近簿はやらないと全然うまくいかないって言われていて、やらなかったのがこの、プロットなんですけど、K を50、100、200っていうふうに大きくすると、まあ、こういう、まあ、アーモンド状なのかよくわかんないですけど、まあ、こういうカーブが出てくるようになるっていうことは言われています。ただ、この K が大きいとそれだけ計算量も膨大になるので、で、特に、SC ベロのダイナミックモデルはかなり計算時間がかかります。まあ、ちょっと僕の、データだと5万5000細胞ぐらいだったんですけど、ここぐらいですかね。で、ダイナミックモデルやってみると、まあ、1日以上がかかっちゃうんですよね。で、N ネイバーズが30ぐらいだと数時間ぐらいで終わったんですけど、なので、まあ、ここは結構トレードオフな関係だと思います。ステディーステイトとか、あと、さっきは、ちょっと時間の関係で説明できなかったんですけど、シベロでストキャスティックモデルっていうのも、実装されていて、まあ、そこら辺のモデルだとそんなに計算時間は膨大にはならないんですけど、ダイナミックモデルはかなり時間がかかります。あとは、経験談として、U と S の比って、どのくらいの値が出てれば妥当なのかとか、結局よくわかんないんですけど、ベロサイトの論文のフィグだと、U と S の比っていうのは、まあ、U と S で、まあ、8対2ぐらいっていうのが出ていて、まあ、ただ、その、実験技術によってもだいぶブレているかなっていうので、スマートセックスだと 22%、インドロップだと 17%、クロミウムだと 23% みたいなふうに、この S の、比率も、変わっているみたいです。で、あと、SC ベロでこういうプロット出せるんですけど、まあ、細胞型ごとにもこの U の S は微妙にずれたりします。まあ、S、U と S。まあ、だからなんか、どっちかが極端に小さかったりすると、そもそも、解析としてうまくはいかないとは思うんですけど、まあ、どのくらい、あると良いのかみたいな感覚はちょっとよくわかんないです。はい。まとめますと、RNA ベロシティっていうのは、アンスプライスド、スプライスドな RNA の比率に着目した解析です。で、TSNE とか UMAP の次元圧縮の図に矢印が引かれる、あの矢印っていうのは、近い未来の発現パターンを示しています。モデルの拡張化とか適用範囲拡大、まあ、プロテインベロシティとか、まあ、なんかそういうふうにこう拡大が進んでいるんですけど、でまあ、論文の図でもよく見るようになったんですけど、まあ、実際は、あの矢印を引くにあたっていろんな過程が入っているので、まあ、うまくいかないケースもあるということには注意して使うべきだと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。露崎さん、ありがとうございます。ここで一回質疑応答の時間を取りましょうか。ここまでのところ何か質問とかございますでしょうか。じゃあ、あの遷移確率を出すときに、その遺伝子発現と、その RNA ベロシティの値がガッチャンコしてるところがあったと思うんですけども、はい、あれはどうやってガッチャンコしてるんですか？
結局、プロットは遺伝子発現のままなんですか？あ、そうですね。まず、発現量だけ使って TSNEU マップのこの二次元マップを描いて、で、その空間にこのベロシティ行列を遮影するっていうことを行っていて、ちょっとそこは説明しようとすると結構長いので、まあ、ちょっと模式図だけになっちゃうんですけど、まあ、なんか、元の発現量を低次元に遮影する、この遮影の、関数を学習して、ベロシティを、その、関数に当てはめることによって、ベロシティが低次元化されるっていうことで、発現量が低次元化されるのと同じように、このベロシティという矢印の情報も、この空間に遮影されて、矢印として見ることができるみたいなイメージですかね。はい、ありがとうございます。あと、その、何ですかね、そもそもその RNA ベロシティのその考え方で、そのアンスプライドの RNA が多いとかさね、っていうのは、なんか昔からなんかそういうっぽい解析はあったんでしょうか？そうなんですかね。なんか、まあ、この微分方程式自体はもう2011年に言われてますし、まあ、システムバイオロジーとかそういう時代から多分言われてるような話で、まあ、てかまあ、かなり当たり前のことを言ってるだけの式だとは思うんですけど、ただ、そういうモデルはあったとしても、マクロ的にはあったけどって話ですよね。それを実データに適用して、なんか、こう応用して、出たのかまではちょっとよくわかんないですね。わかりました。ありがとうございます。質問いいですか？あ、はい、お願いします。KNN の K が重要ということでしたけれども、はい、K はそのディファレンシャルカイネティックテストあたりで、なんか、この K だといまいちだなというのは判明するんでしょうか？あ、この、そうですね、この相図を見て、判断しましたね、自分は。ディファレンシャルカイネティックはまたちょっと違う機能ですかね。うん、まあ、なんか単にドライバー遺伝子を見たいっていうことで相図を書くみたいな関数だったような気がするんですけど、まあ、このプロットですね。遺伝子ごとの相図のプロットを。わかりました。あ、なんか、いい感じの経緯を自動的に、まあ、半自動的に評価できるテストがあったらいいかなと思って。そうですね。そういうのも、まあ、何かしら基準があればできそうですよね。経緯自動的に決めるっていうのは。まあ、ちょっと C ベロではそういう機能はまだないみたいですけど。うん、なんか。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。あ、チャットの方で。あ、来てます。詳細版の、これですかね。で、アーモンドの相図は一周して閉じていて、青い点と茶色い点が近くにあります。あ、ここですかね。右の図では青い点と茶色い点が離れているのが感覚的にわからないのです。ああ。文化としては青、緑、黄色、赤っていうこういう順になっていて、として、相図では、うん。あ、でも、相図としては別に、近くてもよくて、この相図って S と U の、比率をこう見てるだけなので、まあ、ここで、まあ、定常状態だったのが、
転写が促進されて緑になって、でもまた定常状態に戻って、またこう安定した状態に戻ってるっていうのが、見れてるっていうだけなので、で、こっちの次元圧縮の図に関しては、全遺伝子の発現量をもとに、どのくらい発現パターンが違うのかっていうのを見てるので、またちょっと相図とは、データの見方が違うので、こっちの相図的には近くても、発現量全体で見ると離れているっていうのは別に問題はないかなと思います。あ、どうもありがとうございます。すいません。入力するファースト Q ファイルっていうのは、はい。多分ファースト Q ファイルを入力、いろんなソフトウェアに入力されると思うんですけれど、はい。これはその、例えば 10X じゃないといけないとか、そういうのってあるんでしょうか？ああ、このファスト Q をスプライスとアンスプライスとの2つの、行列に出力するので、まあ、みんなベロサイトっていうコマンドを使うんですけど、はいはい。オプションとして、10X クロミウムのデータを指定したり、まあ、スマートセック2みたいなものを指定したりとか、いろいろ用意されているので、はい。まあ、実験によって、いろいろ、対応はしていると思いますね。ありがとうございます。そのオプションの中に入ってないシークエンス方式とかだと、はいはい。なかなか難しいとかあるんですかね。まあ、なんか自分でなんとかセックみたいな。そうですね。を作ったとしてですよね。まあ、その場合は、まあ、なんか拡張を書かないといけないかもしれないですね。わかりました。ありがとうございます。で、アデネベロシティの拡張が行われているとのことでしたが、それぞれの手法で出力されず、ベロシティの大きさと向きは現状どのように比較されているのでしょうか。ベロシティの定量的な比較というのはできるのでしょうか。定量的な比較はあまり見たことがないですね。で、例えば、なんか新しいベロシティの解析の手法を考えましたって論文が出るんですけど、まあ、こんな感じでこう、ディープベロだとこうだけど、SC ベロだとこうって感じでこう、まあ二つこう、見比べてもらうみたいな感じ。まあ、ちょっと感性に訴えかけるような定性的な比較が多いですかね。ほぼ一緒に見えますけど。そうですね。まあ、ちょっと細かい遺伝子の相図とかまで見て、うまくいってる、いってないとかも、まあ、多分言ってるんだと思うんですけど、うん。どうなんですかね。定量的に、こういう矢印、大きさと向きの矢印が正しいっていう、まあ、なんか、正解が定義できれば、それに合ってればっていうほど良いっていうことで評価はできると思うんですけど、そもそもそれが作れる話なのかっていうのがちょっと難しいですよね。鶴崎さん。はい。鶴崎さんが持ってた時系列のデータが正解次のデータですよ。ああ、時系列サンプリングは確かに明らかに、未来から過去に行っちゃうの矢印はおかしいので、まあ、それも考え方の一つですね、確かに。1年以内にベンチマーク論文が出るというのはフラグですか？いや、僕はやらないですよ。ベンチマーク論文はちょっとしんどいので、もう書きたくないです。このあと、そのベロシティ、その最後にその矢印を計算するときに、何ですか？矢印を計算するときに、何個の遺伝子を使うとかですね。なんか全部使うとうまくいかないとか、なんかどれぐらい、なんかフィッティング合ってるやつだけ使うとか、なんかそういうのは、縛り込んだ考え方とかあるんですか？そうですね。まあ、その、ベロシティの解析の手前のところでフィルタリングみたいな関数がいっぱいありますし、なんだろうな、なんか誘導みたいなのを考えて、はい、分か
果状にこうなっているやつほど、遺伝子ほど誘導が高いっていうので、まあ、こうランダムにぐしゃってなっているだけの遺伝子は誘導が低いっていうふうに、計算することができるので、SC ベロで。はいはいはい。で、その誘導が高い順にランキングして可視化するみたいな関数も用意されてたりするので、はいはい、そこら辺でこう遺伝子の選別みたいなのもできるかなと思いますね。うん、